崩れてるな。俺たちには関係ないだろ。けどこの高さだよ。無理して登って途中でどうにもならなくなると最悪なんじゃない？だよな。外周階段の狭い足場でさっきの氷魔に襲われたら危険だしな。塔の中が見たいだけでしょ、この遺跡オタクども。ちゃんと入り口から入りましょう。より格闘術が多彩な氷魔だ。よく見てかわせ。近くでかわすのはすごいプレッシャーだ。指示伝言、行くぞ。逃がさない。逃がさない。おとなしく眠ってくれ。楽しい。ゲストも行くぞ。ダメ、えぐれて。指示伝言、楽しい。寝ても、その剣自己流結構やるじゃん。ミクリオと散々稽古したからな。大遺跡だな。まさに試練場だね。こんなものが試練か。ぬるいな。始めます。守りよ。動く石像。悪魔に聞いたんだ。だが実力も本物だ。
風の霊力が特に強い氷魔だ。ああ、もう風ってやつは迷惑でしゃあないわね。術以外でも竜巻などを発生させてきますわ。油断できない相手だったな。体力を回復しましょう。これで小さいってんだから、竜ってやつは。これに勝てないようならってのも事実だ。みんな大丈夫か？同志以外は進めないよ。
塔そのものの異様が人の信仰対象なんだ。それが生贄の伝承と交わって身投げの舞台だ。誰も望んでないですが、育てがいはあります。結構厳しい目で見てるんだ。ミクリオさんに比べるとツッコミ方面に躊躇が。同志の話じゃないのか。集中！
スレイさんは確実に成長していますね。いや、みんなのおかげだよ。まあ実際そうなんだけどね。それを。切り揉むやつ。風の試練だ。武器を取れ、みんな。殴り合いを仕上げて。炎よ燃え。見えろ、その剣。どうしたの？噛みつく。なら。気をつけて。ロゼ。緊張だ。これから。こっちだ。なるはずだ。いつもそこに。緊張だ。我が腕は死を。輝くは戦いのたとえ。アッシュパー。そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど。